舞台はバルセロナのホームスポティファイカンプノウです。バルセロナのサポーターはクレと呼ばれることでおなじみですが、そのクレの声援がこのスタジアムに鳴り響いています。この声援を背中に受け今日のゲームを戦います。現地の昼間の天候は晴れ、非常にいいコンディションでこの午後のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲーム非常に楽しみなマッチアップとなりました。北澤さん、このお互いのプライドをかけた一戦、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、やはり負けたくない相手ですからね。選手にとってもサポーターにとっても気合は入るでしょうね。不要なファウルだったりミスをしないで90分戦うことが重要ですし、そういう試合ができると結果にもつながっていると思いますけどね。そうですね。キックオフです。バルセロナ対マドリーチャマルティン、エキシビションマッチをお届けしてまいります。まあ序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。さあ右へ預けて、ウスマヌ・デンベレ、デンベレ、これは合いません。モドリッチ、右サイドへ振って、ここはつながりません。トニクロース、中心ファウルを取りました。トニクロースからバルベルデ、どうだ、インターセプト、デヨングから右サイド、バルセロナカウンターを仕掛けていきます。サイドを走る、ここは競り勝ちます。デヨングからウスマヌ・デンベレ、自分で行く、来た、チャンスだ、どうだ、ペドリ、狙った、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。これは笛はありません。デンベレー、ブスケッツ、トニクロースへ、ブスケッツ、右サイド上がっていく、さあペドリ、デヨング、モドリッチ、足の切り替えも早いですよ。スペースへ、これは合いません。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半0対0。北澤さん、ここまでについて何かございますか。バルセロナとしてはよく動けた印象がありましたね。特にディフェンスに関して言うと早め早めに寄せて相手がチャンスになる前に潰してましたから、守りの面では特に問題なかったと思いますけどね。バルセロナ対マドリーチャマルティン、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半スタートです。
バルセロナとしては攻撃の形はできてますから ね後半も続けていきたいでしょうね、はい、デンベレ抜いたとこれはさあどうだシュート来た来た先制バルセロナようやく均衡を破りますバルセロナいや絶妙なファーストタッチから見事なゴール周りの状況を見てシュートまでの流れをイメージしてボールを受けてますよねそれを実現するテクニックもすごいですからね見事なゴールでしたさあバルセロナ貴重な先制点を奪いましたいや緊張感のあるゲームでよく決めましたよねはいあとこのセカンドボールはバルセロナボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですがポイントはどのあたりにあるでしょうかポゼッションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですねなるほどそうなるとやはり選手のテクニックこれ当然必要になってきますよねそうなんですよねただボールを出すんじゃなくて次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよねなるほどこういう細かいところの選手同士の呼吸が大事になりますよねあテクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですねペドリ奪い返しますいいでしょポジション切り替えシュートうわ自分で切り込みシュートに持ち込んだんですが決まりませんでした非常にアングルを見つけながらねボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよねマドリー・チャマルティンは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね今のはシュートミスでしたけどもね簡単にやられすぎですよね大きなピンチから目を覚ますことがあると思うのでここからは集中してほしいですよねを狙っていきますおいい形じゃないですかさあ左サイドへクロスが上がるあっとまだあ2点目かというところこの時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね、まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよねセナレンプラタドボールおっとエルドサンダインディゴースゴールキックとなりますダニス・バージョス対応しますアフィーニエからのパスバルセロナとしては今のはいい攻撃でしたよねもう1点欲しいという気持ちが出てますよねペドリから右へ上げてきたクリアこのピンチをなんとか出しますさあ打てるかシュート来る危ない押し込むか残り時間少ないですからね冷静に対応してしっかり試合シュート防いだいや北澤さんこれはいいセーブでしたね何が何でも止めてやるっていうねそういう気合を感じるセーブでしたね
バルセロナとしては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。手元の時計ではもうここから打った PK、 シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。マドリー・チャマルティンはこれで交代枠を全て使い切りました。モドリッチ、レフリー試合終了のホイッスル。1対0バルセロナ、1点差、接戦を見事制しました。激しいライバル同士の戦いに幕が下ろされます。さあ終わりました。バルセロナとしてはやっぱりこの対戦には相当気持ちが入っていたと思いますからね、嬉しい勝利だと思いますよ。そうですね、ありがとうございます。